吉田さん、さすがですね。売り上げを作る秘訣。まあ私はそこまでできないというか、やってないというか、私の売り上げを作る秘訣はあまり深く考えてないんですよね。なんか目の前に良さそうなコンテンツがあるんで、まあそれを自分なりに発信して、で、それに価値を感じてくださる方がいればいいなぐらいのもんでね。で、私の場合は速稼塾っていう商品はあるんですけども、基本的にそれ以外はないんですよね。で、速稼塾を一生懸命売ろうともそこまで思ってないんですよ。ただ速稼塾ってものを意識して、速稼塾に参加して自分を変えたいっていう方が、まず自分を変える第一歩として、久保さん、速稼塾って何ですかっていうふうな質問をしてくださること、これがだから人生を変えるきっかけだと思うんですよ。で、この質問がなかったら人生変わりようがないですよね。特に私の力では変えようがないですよ。どっかでまたね、チャンスがあれば変わっていただきたいと思いますけども、速稼塾によって人生を変えるチャンスっていうのは、私に問い合わせをするところが第一歩かなと思いますね。で、まあ吉田さんもそうだと思いますけど、私もね、なんかセールスレターもね、ランディングページも何もないんですよ。ずっと動画概要欄に速稼塾のお問い合わせ先って書いてあって、全然わけわかんないですよね。まあ、ですんで、私はそのずっと語りかける内容に、あ、確かになと思う人にもう一歩踏み込んでいただいて、私の動画のチャンネル登録していただいて、私の動画をつらーっとね、いくつか見ていただいた中で、あ、こういう考え方だったら自分の人生も変えていけるかもしれないっていうふうに可能性を見出した方が、私に問い合わせくださるっていうルートですよね。まあ、ですんで、私の動画をずっと見て、それで何も感じない方は問い合わせを当然しないでしょうしね。なんかチャラかったと言ってらみたいな感じで終わる方もいると思いますし、確かになと思う方が、私の無料動画の中で学びを得て、それ相応の人生の形に変更していく方もいれば、大きく人生を変えて、特に売り上げをどん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 上げていきたいとか、まあ、ネットを使ったね、集客とかネットを使った販売で一山当てていきたいなって方は来てくださるんじゃないかなと思います。まあ、なんせね、道を歩いてて今までと同じ人生で、人生激変することはないんですよね。今までの人生の延長があるだけなんですよ。だから不連続って言って、今までの人生と違う人生を送ろうと思ったら、違う人生を送ってる人のトレースをするしかないでしょうね。で、かくいう私も麻雀店の親父だったんですけども、今は麻雀の麻の字も出てこない人生ですね。まあ、そうなると本当にね、いろんな意味で恵まれてきたっていうかね、なんなんでしょうね、そのマージャンをやらなくなってからなんか良くなったんですかね。これは大好きだったんですけどね、まあ、それともなんか心がけなのかなということもありますけども、私の場合は深く考えずに、いいと思ったことをやってみる、嫌だなと思ったらやらないみたいなことでここまで来たかなってことですね。まあお分かりだと思いますけども、あまり深く考えないというね、振り返らないというね、まあやってみるってことです。インプットしたことはなるべく早くアウトプットするみたいな、その繰り返しできたかなと思いますんで、まあそうですね。でもね、お客さんが10万人とかになったら、私はもう今の形ではできないですね。それこそなんかあれですよね、会員制のサロンにして月額会員費500円とかでね、やっていくんじゃないですかね。500円じゃダメか、なんかもうちょっと価格調整して、多分このワントゥーワン動画とかやらないと思いますね、当然ですけども。私も今ね、1日50通くらい撮るのがちょうどいいんですよ。限界ではないですけど、ちょうどいいんですよ。なんせ、自分のその24時間中の20時間ぐらいは、もうその速稼塾に関わらないって言ったらね、ちょっと言い方は悪いんですけども、なんかサポートとかに追われない時間にしたいなと思うんですよ。だから集中的にサポートをして、その集中的なサポートで、実際に結果が出るように導いた後、細々と何かをするってことはないかなってことですね。まあそんな感じですかね。まあ、深く考えずにやってるからここまで来たってことがあります。あまり考えすぎるとね、あんまり良くないのかなと思います。まずやることだと思います。